JFA 全日本フットサル選手権大会は日本サッカー協会が毎年2月内し3月に行われるフットサルの全国大会である。1996年に第1回大会が行われた。初期には日産自動車、その後は日本ハム2004年はファミリーマートが冠スポンサーになった。2005年から2015年大会まではプーマがスポンサーとなり、 プーマカップという名称でも知られた。2006年からは、決勝ラウンドにおいて、男女混合フットサル大会、プーマユニミックスカップのエキシビションも開催されていた。各地区予選を勝ち抜いたチームが、トーナメント方式で行う。決勝ラウンドは、第12回まで、駒沢体育館、第13回以降は、国立代々木第一体育館にて開催される。2006年以降、 一次ラウンドは関西地方などで開催されている。また、2007年の1回戦は前島アリーナで開催された。優勝チームには JFA 杯が授与される。名古屋オーシャンズが最多の6回優勝している。2007年までは決勝戦の模様を J スポーツで中継していた。2008年からはテレアチャンネルで録画放送される。 2017年からはアベマでも決勝ラウンド全8試合が完全無料で生中継されている。予選リーグと決勝トーナメント、準々決勝の2試合は開催されたが、東日本大震災のため決勝トーナメントの残りは中止、そのまま打ち切られた。詳細は東日本大震災によるスポーツへの影響、サッカーを参照のこと。アベマ TV で 第22回全日本フットサル選手権大会決勝ラウンド全8試合を完全無料制中継。ありがとうございます。